まるで君の名はのような世界観、エモいカットのたたまるです。高い位置から周りを見渡すようにして茜色の空へと溶けていきました。とうとう神の力を手に入れたか、水の上に座ってこちら側を見下ろしています。モーセが海を割ったように何もなかった丘に滝を作り出したたたまるです。余裕の表情を浮かべながらチョコファッションをたしなんでいく。今日も京都で糖分がうまい。圧倒的なラスボス感。水の上に軽く浮いているのか、全く体もぶれません。人知を超えた存在に昇華したエビマヨマトン、島民代表と名乗る人間にヒエラルキーの違いを見せつけてきました。熱盛。ミスズが何やら悩みながら歩いています。そこにゆっくり近づくたたまる。行きました、ふんふんのプンプンダイレクトアタック。泣きっ面に橋とはまさにこのことでしょうか。良かれと思って飛び込んだたたまるですが、むしろこれは逆効果。完全に滑っています。どうしてこんなに面白くないのか。ミスズお嬢様の悩みが一つ増えました。同情するような表情のマリー、さすがに見ていられなかったか。大先輩のたたまるもその場を後にしていきました。熱盛。カラフルなステージに紙吹雪。これはどう見てもカーニバルなダンスを踊る雰囲気です。案内所前の会場の熱気は最高潮。しかしこの状況にもかかわらず、雪見はヨガを始めました。周りの雰囲気に流されてはダメです。自分を貫くことが最も重要。目を半開きにして視覚の情報を最低限に留めながらしっかりとポーズをとっていきます。ヨガとカーニバルの一騎打ち。情報量が少し多くなりすぎたか、遠くで見ていたパッチはゆっくり家へと帰っていきました。己を貫いたもちもちボディ、フロアの雰囲気を変えてみせました。熱盛。博物館の前に立つメンヘラ、手に持っているのはストロングゼロではありません、虫網です。ポケットをまさくって蜂を逃がしていきました。虫が苦手な館長のフータ、そこにうまくつけ込んでいこうというところ。続いてはアゲハチョウです。まさしく蝶のように舞い蜂のように刺す戦術。続いてはモンキチョウ、春を告げていきました。そしてこの後にもう一度追い蜂です。まさしくアメとムチ、顔の見えないところから緩急をつけていきます。これがメンヘラの怖さ。一体フータに何の恨みがあるのか。昆虫しか勝たんの表情を浮かべていきました。熱盛。まさしくビースターズの世界観。草を観察する草食動物と、草食動物を横目で観察する肉食動物です。オオカミ、シベリア、グミの方を見ているのをバレないように虫眼鏡を使って精一杯ごまかしていきます。ただ横目でしっかりと見ている、その本能を抑えなければなりません。不思議そうに見上げるグミ、ここで目が合ってしまいました。気まずい時間です。熱盛。タカアシガニとトタケゲが一体化しています。略してカニゲゲです。頭にカニがめり込んでいます。生きているのはカニ味噌か、はたまた本来の脳か。体の最も重要な部分が侵食されている状況ではありますが、表情は非常に涼しげです。セニョールケケ、その続きを歌い始めました。しっかりと歌詞も残っているようです。空席もかなり目立つライブ会場ではありますが、全てはお客さんのため、少々のことではぶれません。これが伝説のミュージシャンのあるべき姿。その熱い生き様を見せつけてきました。熱盛。案内所前、ゾウのヒュージが右から左への等速直線運動です。島民代表の男の子、起こさないように慎重に運んでいきます。1トンを超える重さを軽々と運んでいく。秘めたる力を解放してきました。熱盛。正しさとは愚かさとは、それが何か見せつけてやる。低賃金の案内所の仕事だけでは生活が回りません。さあ最終ラップ、ただし最下位12位です。地税の副業、なんとか順位を上げたいところ。ここでキラーを切ってきました。このレースの賞金でなんとか食いつないでいかなければなりません。最下位からなんとか8位まで上がってきました。ここで3キロ走るというよりカートを使って飛んでいます。さあここで順位を一気に上げてきました。4位です。表彰台が見えてきた。そしてレースも最終盤、もう一度3キロを切っていく。ゴール直線、赤コーラ、完璧な仕事をしました。優勝です。